はい、皆さんこんにちは。面白雑談系の見て思った話、笑うマトリョシカ。いやー、佳境に入ってきましたよね。もうこれ一体どうなっていくのかね。もう最後まで見届けないと、これはもう絶対ダメなドラマですよね。で、今回あの道枝たちは清家一郎の祖母、まあいわゆる浩子の母が劉インファという中国人であることを突き止めていくんですね。まあこれはケイ君も以前、まあ、YouTube で、真中アリサがこの綴っていたあのペンネームですよね、劉レイラン、これはヒロコであるとね、まあ、ちょっとその辺には触れていたので、このヒロコの母が劉インファの中国人であるということは、まあ大方ね、その辺は驚きはないんですけども、いや、その後なんですよ。さらにその祖母劉インファが生前復讐を意味する中国語をよく口にしていたというこの情報が浮上してくるんですね。いやー、これは一体誰に復讐するのか。いやー、まだまだ複雑怪奇な笑うマトリョーシカになっていって言ってますね。で、ここで思うのに、このドラマ当初から砂の器というこの小説にクローズアップしていってますよね。これが何を意味するのか、ようやくね、この佳境に入って砂の器自体のその思いがという本質が笑うマトリョーシカに乗せて筆者は語っていきたかったんではないかと思うんですね。まあ砂の器、まあケイ君がここで語るまでもなく、日本代表する長編推理小説の巨匠といえばあの松本清張さんですよね。松本清張さんの代表作の一つであると言っても過言ではないんですよ。まあこの小説の中にヌーボーグループという言葉が出てくるんですよね。まあ、一体これは何度やということなんですが、ヌーボグループ、あらゆるその既成の権威を否定し、マスコミの寵児となっていっているこのヌーボグループ、まあ、いわゆる近年話題の若手文化人集団、まあ、これがね、一つの核となっている、その中に、この主人公、ヒデオがいるんですよ。そしてこの物語は、第2、第3の殺人が起こっていく中で、一人の元浦秀夫という男にたどり着いていくんです。秀夫は田舎の乾燥に生まれ、父は末梢神経の細胞内寄生によって引き起こされる感染病にかかってしまうんです。当時医療や病気の理解が乏しい時代なんですね。その外見や感染への恐怖心などから患者への過激な過剰な差別が生じた、そんな時代でもあったんですね。それを題材にした有名なこの砂の器なんですよ。その殺人事件の中で捜査はやがて秀夫という一人の男にたどり着いていくんです。父はその病にかかり、母が去り、やがて村を追われてしまうんです。やむなく父と巡礼の姿で、まあお遍路さんですね、放浪の旅を続けていく。そこに過酷な二人の人生がね、描かれていくんですね。しかし秀夫が7歳の時に、その親子は善良な巡査に保護されるんですね。父親は療養所に入れられるんですが、秀夫はとりあえず手元に置かれるんですが、後に逃げ出してしまう。逃れた秀夫はおそらく誰かの元で育てられ、あるいは奉公していて、その、人生をたどっていくんですが、その後空襲に遭うんですね。その時住民の戸籍が消失してしまう。当時18歳だった秀夫は戸籍の消失に乗じて我が英霊として年齢も詐称し、新たな戸籍を作成していくというね。その中で一連の殺人は我が英霊こと元浦秀夫が自身の過去を知る人間を消すための、自分の過去を知られたくないための、
その殺人を犯す、これも残酷なもう悲しい人生を物語る、まあこの砂の器なんですね。これをね、たどるとこの今の笑うマトリョーシカのその本質的なものが見えてくるんではないかと思いますね。このドラマに戻ると、中国人の血を引き復讐という言葉の謎もめちゃくちゃ気になってきますよね。一体清家一郎は何に復讐を持っていくのか、いや弘子、そしてその親子の復讐をどう関わっていくのかね、これはめちゃくちゃ恐ろしい気がしますよね。いや、そんな中、清家一郎が首相公選制の採用を提案していきますよね。国民から絶大な支持を得ている清家一郎にとって、この提案は総理大臣、総理の座を一応に仕留める戦略的な動きというのは解釈できるんですが、それとこの野心、そして復讐とどう絡んでいくのか、そして道井はこの清家の野心にどう対峙していくのか、いやこれがね、まだまだ見えないんですよね。そしてもう一つ、 BG 株事件への関与が疑われている諸橋への元秘書富樫の行方なんですよ。この真相へ迫る捜査の難航、いやこのドラマ政治ドラマなんですが、いやサスペンスでもあり人間ドラマでもあり、本当に奥が深いですよね。政治ドラマの枠を超えて、清家家の秘密、清家一郎の野望、そして社会の闇を鋭く描き出している笑うマトリョーシカでまたお会いしたいと思います。ごきげんよう、さよなら。そしていいね、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。